RPA だけじゃない DX の新たな選択肢、データ連携ツールとは、業務自動化も人的ミス削減も実現するもう一つの DX ソリューション。DX が加速する現在では、業務の現場には従来の Excel、レガシーなシステム、最新の IT サービスが新旧混合で散在しています。こうした状況に対して、情報システム部門が管理するバックエンドにデータ連携ツールを標準化し、データ化された後の処理を自動化する基盤を構築しておくことで、フロントエンドである業務の現場において、柔軟に IT ツールを選択できるようになります。各部門ごとに異なる IT ツールを利用していても、接続先を切り替えるだけで自動化を実現することが可能です。このため、従来に比べると、より短期間で IT サービスの入れ替えを検討することも容易になるのではないでしょうか。また、最近話題のアプリケーション開発プラットフォームを導入し、自社でアプリケーションを作成している場合、気づけばアプリが乱立していたということがありがちです。こうした場合にも、バックエンドにデータ連携ツールを利用していれば、アプリケーションによって収集したデータが急増しても、手作業による集計や転記の必要がなく、データを活用することが可能になります。データ連携ツールを活用すれば、無理なく段階的に DX を実現することが可能になります。例えば、FAX によるアンビネの運用が残っている場合、これを自動化したいという思いはあっても、自社のお客様のニーズなどによって、これをいきなりデジタル化することは難しいものです。こうした場合に、バックエンドにデータ連携ツールがあることで、フロント部分において、まず紙での運用に OCR を導入し、自動でデータ化できるようにする。次に、FAX サーバーやクラウドサーバーを活用することで、さらに手作業を削減する。将来的に、すべてのお客様からのインプットを Web アプリケーションに置き換えるといった段階的な IT ツールの導入が可能になります。すべてを急激に最新の技術に入れ替える必要はありません。自社に今必要な IT 基盤を段階的に構築していくことも重要な視点の一つなのではないでしょうか。それではここからはデータ連携ツールの代表例としてアステリアワープについてご紹介してまいります。アステリアワープとはノーコードで設計開発を行うことで様々なシステムやサービスと連携し業務の効率化やデータの活用を実現するデータ連携ツールです。シンプルな操作で素早く簡単に連携を実現できます。特徴といたしましてはまず豊富な接続先が挙げられます。日本の企業各社で数多く利用されている100種類以上のシステムやデータベース、ファイルフォーマット、アプリケーション、ネットワークとの連携が可能です。また、国内の投入実績は16年連続ナンバーワン、本年3月末の時点で9931社のお客様にご利用いただいており、もう間もなく1万社に達する見込みです。柔軟なライセンス体系も魅力の一つであり、用途に合わせてサブスクリプションライセンス、製品ライセンス、期間限定ライセンスから選択いただけます。重量課金制ではないので、作成した連携フローの本数に応じた課金は一切ありません。接続先としてはご覧の通りとなりますが、こちらに載っていない連携先についても、ネットワークに接続できる環境にあれば、連携を実現する方法がございます。例えば弊社には、スクラッチで開発した基幹システムとの連携が可能かですとか、属人化してしまっているシステムと連携させたいが可能かといったご質問をいただくことがございます。こうしたご質問に対して、弊社 SE がヒアリングを実施し、お答えさせていただくことも可能です。アステリアワープがお客様に選ばれている理由ですが、まず、企業における連携のニーズが増加傾向にあるという点が要因の一つとして挙げられます。昨今では、SaaS をはじめとする新しい IT ツールが社内に急増し、連携をパッケージソフトで簡単に実現できるデータ連携ツールへの注目度が高まっています。また、DX の実現に向けて、基幹システムなど、社内の主要システムの入れ替えを検討する企業が、リプレースと同時に、連携も含めて、全社最適化を検討するというケースも多くございます。こうしたニーズに対して、豊富な接続先を提供できるアステリアワープであれば、各企業のニーズにも柔軟に対応しやすく、選ばれる理由の一つとなっているでしょう。国内における豊富な導入実績や国産ツールであるという点についても日本のお客様にとっては安心感が高く選定のポイントとなっていると考えられます。機能面についても少しだけご紹介させていただきます。アステリアワープをご契約いただきますとご覧の3つの機能をご利用いただけるようになります。1つ目に開発環境であるフローデザイナー。2つ目に実行環境であるアステリアワープサーバー。そして運用管理ツールであるフロー管理コンソールです。アステリ
アワープはサーバーインストール型の製品となりますので、ご利用にあたってはオンプレミスサーバーまたは仮想サーバーをご準備いただけます。補足といたしまして、ライセンスには含まれませんが、ISI ソフトウェアからインフラも含めて最適なご提案をさせていただくということも可能でございます。連携を実現させるための操作はシンプルで、基本の操作は1の例のように画面上部にあるアイコンをドラッグ&ドロップで並べて矢印でつなぎながら連携のフローを作成するという流れになります。また3にあるように連携する項目同士を左から右に矢印でつなぐだけでデータの流れを指定することも可能です。より詳しくは別途弊社までご紹介やデモをご依頼ください。ここまでデータ連携ツールやアステリアワープが業務の自動化に大変便利に使っていただけるツールであるということをご紹介してまいりました。とはいえ、冒頭にもお伝えした通り、RPA とアステリアワープを比べたとき、どちらかが優位であるということはなく、自社の業務に合わせて最適に選択したり、組み合わせて使っていただくことが重要です。ここからは、それぞれのツールの選定ポイントをご紹介してまいります。RPA にできることと、アステリアワープにできることを比較するとき、RPA にできて、アステリアワープにできないことは、パソコン画面を操作することです。一方で、アステリアワープにしかできないことは、データを直接参照し、連携することが挙げられます。それぞれのツールから効果を得やすい業務の例をご紹介いたします。まず RPA は画面からしか操作ができないケースに適しており、システム画面にデータを入力する、システム画面からダウンロードを実行する、ダウンロードしたドキュメントをメールで送付する、外部サイトからデータを収集するといった単純な画面操作により実現するタスクが得意です。一方で、アステリアワープは直接データを参照できるケースに適しており、直接データベースを参照しデータを取得したり登録したりするようなシステム間の連携、Web API を使用する SaaS 連携が得意です。加えて、ファイルフォーマットの変換や複雑なデータの加工、編集にも強みを発揮します。大量データの移行も得意としており、古いシステムから新しいシステムへ移行する際や、クラウドストレージへのデータの移行の際にも利用されることがあります。2つのツールのどちらを選定すべきなのか、ポイントを表にまとめてみると、大きな違いはそれぞれの活用シーンにあることがわかります。RPA の活用シーンは、フロントエンドである業務の現場であることが多く、一方で、アステリアワープの活用シーンはバックエンドである情報システム部門であることがほとんどです。RPA は人の画面操作を再現できればどんな定型業務も自動化できます。しかし、現場寄りのツールであるという特性上、重要なデータを扱うケースでは利用せず、比較的シンプルな操作にのみ活用されることが多いでしょう。一方で、アステリアワープは情報システム部門の管理のもと運用されるツールです。必然的に秘密性が高いデータを利用されることが多くなり、機関システム、経理会計人事システムとの連携であればアステリアワープが選ばれる可能性が高くなります。 RPA をご利用中の企業においては RPA は難しすぎて現場には定着しないという声が多く聞かれます。かと思えば現場が簡単にロボットを作成しすぎてしまい、ロボットが乱立する無法状態にあるといったガバナンスの難しさが課題である企業もあるようです。これに対してデータ連携ツールは情報システム部門が主導して導入するため、こうした課題が発生しにくく、かつ全社規模で広範囲にわたる導入が進められることが多いため、導入の効果も大きく分かりやすいと言えます。よって RPA の定着やガバナンスに課題があり効果が見えにくい企業においては、バックエンドからアプローチするデータ連携ツールの視点で自動化を再検討してみると、データ連携ツールの方が適している業務があると分かったり、データ連携ツールと RPA を併用することで相乗効果を高められるということに気づくことがあるかもしれません。ここからはケーススタディとしてアステリアワープを選択した方が良いケースについて具体的にご紹介してまいります。ある企業、愛社の管理部門と営業部門の社員はそれぞれ定型業務の自動化に関する悩みを持っていました。管理部門の社員によると、業績や進捗報告用の資料を Excel で作成しており、そのデータ元は部分的にシステム化しているものの、手を加えないと活用できず、煩雑な手入力や手作業が多すぎるとのことでした。一方の営業部門の社員も同じような悩みを持っており、お客様へ提出するお見積もりを Excel で作成しているため、データを Excel で作成 PDF 化と、とにかく手作業が多すぎるとのことでした。愛社では
この課題に対する答えを導き出すために問題となっている提携業務の可視化に取り組みました。まず営業部門の悩みの場合、確かに見積もり作成のプロセスはシンプルで手作業が多く時間がかかっており、 RPA によってもアステリアワープによってもこの手作業を自動化することは可能であるように見えました。しかし、この作業が発生する工数は週によってばらつきがありました。また、途中、Excel への入力方法やデータの保存方法に標準化されていないプロセスがあり、これが手作業を増やす原因にもなっていました。このような場合、自動化を実現しても効果は限定的であると予想されます。なぜなら、業務の発生は不定期で、量にばらつきがあり、また、特定の部門だけに発生する小規模な課題であるという点が、自動化による効果を得にくいパターンに当てはまっているからです。また、もし現場の担当者が任意で RPA による自動化を進めてしまった場合、管理しきれない野良ロボットが乱立し、無法状態となってしまうことも懸念されます。このケースではすぐに自動化に取り組む前に、まずは業務の現場においてプロセスの標準化を進め、全社規模で取り組むべき潜在的な課題を洗い出すことが先決であると考えられます。一方、管理部門における提携業務を可視化してみると、複雑かつ煩雑な手作業が発生していることが分かりました。発生する工数は月当たり24時間、すべて人の手作業で実施しているため、人的ミスのリスクは大きく、万が一ミスが発生した場合の経営判断や全従業員への影響も懸念されました。さらに、この作業を実施する事前準備として、各部からのデータを集計し、記録する手作業が毎日発生していることが新たに認識されました。よって、このケースについては、システムへの置き換えや自動化に全社で取り組む必要があると判断されました。今回の管理部門における業務自動化の要件を整理すると、各部からのインプットに課題があるため、自動化ツールだけでは課題は解決できず、まずは新たに基幹システム等の検討が必要だと判断されました。しかし、基幹システムには置き換えられない Excel の管理台帳や SaaS サービスが複数あり、自動化を実行する IT 基盤を構築するためには、RPA やデータ連携ツールを活用したデータの転記やマスターデータの同期が必要だと考えられました。今回取り扱うデータについては、経営情報も含む機密性の高いデータであり、システム間の異なる項目のデータを連携させるといった複雑なデータ加工もあるため、今回のケースについては、アステリアワープの活用が有効であると考えられました。今回のケースでアステリアワープを活用する機能面でのメリットもご紹介いたします。ご覧いただいているのは、アステリアワープによってデータを基幹システムへ登録するためのフローです。このように少ない部品数で自動化のフローを作成できるため、誰にでもデータの流れが分かりやすく、属人化やブラックボックス化を防ぎやすいと言えるでしょう。分かりやすいという点で補足いたしますと、例えばデータ元では生徒、名と2つの項目に分かれているデータを基幹システムでは生徒名とくっつけて一つの項目として登録したいとき、真ん中のこちらのアイコンをクリックします。開いた画面上では、左側にコピー元であるデータの項目が、右側に基幹システムのデータベースの項目が表示されます。この間を矢印と関数によってつなぎ合わせてデータの流れを指定します。例えば、コピー元のデータが1000件あっても、指定するのはこの画面上で1回のみです。同じ処理を RPA に置き換えた場合、人の画面操作、つまりクリックして CSV ファイルをダウンロードするですとか、 CSV ファイルを開き対象のデータを基幹システムへ登録するという操作を一つ一つ人の手順通りに再現していくことになります。アステリアワープであればデータを直接参照できるため、システムへログインしたりファイルを開いたりという手順は省略することができ、データはデータベースへ直接書き込むことが可能です。一方、 RPA はデータを直接参照することはできないため、基幹システムへのデータの登録については一件一件画面から登録していくことになります。例えば、コピー元のデータが1000件ある場合には、操作を1000件繰り返すよう設定する必要があります。このように、画面操作の再現によって、自動化のフローが複雑になってしまうということもあり、今回のように、データに特化した自動化においては、アステリアワープが適していると判断されることが多いと言えます。弊社では、各種 DX ソリューションについても、幅広いラインナップの取り扱いがございます。よろしければ、ぜひ一度、情報共有をさせていただけますと幸いです。ご清聴ありがとうございました。